イザナミいは、日本神話の女神で人代七代の七代目。イザナギの神の妻。別名光専津大臣、道式大臣。皇室の先祖である。天地開白において神よ七代の最後にイザナギと共に生まれた。イザナギとは、夫婦となり、小野五郎島に降り立ち、国海、神海においてイザナギとの間に、日本国土を形作る、多数の子を設ける。その中には、 淡路島、沖島から、はじめやがて、日本列島を生み、さらに、山、海など神羅万象の神々を生んだ。火の神かすぐる土地を生んだために陰部に火傷を負って、病に伏せの地に亡くなるが、その際にも、尿や、糞や土砂物から神々を生んだ。そして、家ぐ土ちはイザナギに殺された。泣きは、古事記によれば、出雲と母木野の,の境の火場山に、 日本書紀の一書によれば、キーの熊野の有馬村に葬られたという。死後、イザナミは自分に会いに、高専国までやってきたイザナギに腐敗した死体を、見られたことに恥をかかされたと大いに怒り、恐怖で逃げるイザナギを追いかける。しかし、高専国と、吉原、中津国の間の読み字において、吉原中国とつながっている世も平坂で、イザナミに対してイザナギが大岩で道を塞ぎ合えなく、 してしまう。イザナミは閉ざされた大岩の向こうの夫に向かって、愛しい人よ。こんなひどいことをするなら私は1日に1 0に千の人間を殺すでしょうと叫ぶ。イザナギは、愛しい人よ。それなら私は産屋を建てて1日に1に千五百の子供を産ませようと返した。そして、イザナミとイザナギは離縁した。この後、イザナミは、高専の主催神となり、高専津大臣。 道時期大宮と呼ばれるようになった。イザナは、誘うの語感、みは、女性を表すごとする説、また名前の、名は、女子とする説がある。別名の高専津大臣は、高専国の主催神のい,い道時期大宮は追いついた神という意味である。このように、イザナミの神明からは多様な性格が読み取れる。また、比較神話学の見地から見ると、イザナギイザナミ神話は、 各地の様々な神話を組み合わせて形成されたと考えられている。安木市の隣、松江市のいつよる神社付近には、イザナミとイザナギとが永遠の離別をした光線、平坂の神石がある。イザナミは創造神として信仰されている。上記の神領のほかなどで祀られている。また、白山信仰において白山姫命の地と同一視され、 しばしば、白山神社の主祭神、または愛、との神として祀られる。白山信仰の拠点とされた越前、加賀、美濃の三馬場と呼ばれる聖地のうち、越前馬場に相当する平泉寺白山神社では、白山大権年を伊ナミ命とする。伊ナミの墓所の伝承地は、日本神話に記される、日馬山や熊野市有馬のほか、雲白国境を中心として、日本各地にある。 国内省は、薬雲村の神治山を、否定地の中で最も有力として、両母参考地に認定し、内務省は、千通山の北にあるお墓山を、伊沢南の村五両流電地に指定していた。しかし、近世以降、古事記解読に、初めて成功した、元織の利長の古事記伝の話と、鉄製品を作る最良の砂鉄の産地は、運泊国境地帯であることから、 島根県安木市白田町のものが支持されていた歴史があり、江戸時代、母里藩の古地図にも、峰山大権現と記されているのが確認されている。さらには当地に伝承されてきた、たたら製鉄で作り出される玉鋼は、日本人の魂の象徴とされる、日本刀の創始とも関わりが深く、最近では、安本美天がこれら小説を文献学的に比較し、島根、 鳥取県境に最も近い安木のものを否定している。ありがとうございます。